1989年のジュネーブ省でデビューした R129 型こと4代目 SL は、それまで18年にわたって生産されてきた先代の3代目から劇的な進化を果たしたモデルである。メルセデスのチーフデザイナーブルーノ・サッコが手掛けたスタイリングは、当時のメルセデスラインナップとの共通性を感じさせつつ、 SL の名にふさわしいスポーツ性と上質さを融合したもの。特にシート後方に完全収納される電動トップの優雅さは特筆に値する。安全装備も徹底し、万一の横転時にはロールバーが瞬時に立ち上がり乗員を保護する仕組みであった。デビュー時の SL は5リットル V 型8気筒 DOHC を搭載する 500SL のみで、スペックは最高出力306馬力、最大トルク 46.9 キロ。1992年には新開発の6リットル V 型12気筒を積む 600SL がデビュー。最高出力394馬力を発揮するこのモデルが SL のフラッグシップとなる。1994年には235馬力の 3.2 リットル直列6気筒 DOHC を搭載する SL320 も投入され、ラインナップが完成した。この時社名も変更され、排気量を表す数字とモデル名を表すアルファベットが逆になっている。その後も SL は進化を続けた。1996年、全車に補足オートマチックを搭載。98年にはエンジンを新世代のモジュラーユニットへと換装し、 SL320 は直力 DOHC から V6SOHC へ、 SL500 も V8DOHC から V8SOHC へと改められた。こう聞くとスペックダウンに聞こえるが、実際のパワーの低下はごくわずかで、それ以上に軽量化の効果からハンドリングが向上していた。S クラスと変わらない圧倒的なパフォーマンスを2シーターで楽しめる贅沢さは SL ならではのもの。結局この SL も12年にわたって生産され、メルセデス・ベンツのフラッグシップスポーツの名に恥じない存在感を発揮し続けたのである。